鬼滅の刃、鬼の神血風譚。火に映るは霊言の舞。火に宿るは歴戦の雄。紡がれる強者の感慨。幾重もの意志、元勲の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおも終わることなき人気の決戦。火に宿るは歴戦の雄。火に映るは少年の覚悟。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で速い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時、未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技を、感覚を研ぎ澄ませろ。来い。行くぞ。なるほど、そうきたか。ほう、防いだのか。やるな。やるようになった。いい動きだ。そうだ、それでいい。できることを全部出し切れ。出し惜しみするな。水の呼吸、銃の型、決める。そう来なくてはな。行くぞ。ここだ。遅い。覚悟が足りていない。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな、立ち止まるな。進め。男なら、男に生まれたなら、進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩を、
そのためによ、サビト。でも、何度挑んでも。なんで、こんなことになっちゃったんだろうな。普通に暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日。俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな死んでしまった。鬼に襲われて死んでしまった。痛かったろ、苦しかったろ、ごめん、助けてやれなくて本当にごめん。辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている、禰豆子。あの晩、お前は鬼になってしまったけれど、で、それでも、お前は、生きてくれている。サビトの言う通りだ。進め。進むしかない。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも、俺は、刀を握ることを決意した。そうだろ、炭治郎。ようやく男の顔になった。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。それに俺を引き取ってくれた鱗滝さんと鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。行くぞ。さあ、お前の力を見せてみろ。何の方がエリック。水の木の巡りを意識しろ。心臓の鼓動を早くしろ。そうすれば人間のまま鬼のように強くなれる。水の呼吸、銃の型、エテールテック。俺ならやれる。俺なら決着をつけるぞ、炭治郎。水の呼吸、血の型、打ち死を。相打ち。いや、違う、炭治郎の方が。見えた、月の糸。ぐー。
てね、炭治郎。あいつにも。岩が。サビトとマコモは。まさか本当に切ってしまうとはな。お前を鬼殺隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った炭治郎、お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。日に映るは少年の覚悟、覚悟示すは鬼滅の道。今も覚えている。いつもの朝、いつもの顔、いつもの朝の風景。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。実は楽じゃないけど幸せだった。母ちゃん、竹雄、茂、花子、六太、そして禰豆子。いつもの朝の風景だった。いつまでも変わらないものだと思っていたんだ。家の手前で不吉な匂いが俺の鼻をついた。
それは。鱗滝さんの鍛錬が始まり、俺は何度も山を下り、何度も刀を振った。鬼殺の剣士となるため、そして禰豆子を救う手がかりを得るために、毎日毎日。そして1年が経過した頃、もう教えることはない。あとはお前次第だ。お前がわしの教えたことを消化できるかどうか。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。鱗滝さんはそれから何も教えてくれなくなった。俺は鱗滝さんに習ったことを毎日繰り返した。ただ半年経っても岩は切れなかった。ダメなのかな。うわあ、くじけそう、負けそう。うるさい。男がわめくな。見苦しい。どんな苦しみにも黙って耐えろ。お前が男なら、男に生まれたなら。岩を切ることができず、焦り、苦しむ俺の前に、その少年は突然現れた。名は、サビト。不思議な雰囲気を持つ少年だった。岩を切ることができず、くじけそうになっていた俺の前に現れた、面をした少年、サビト。そして、並び立つ少女、マコモ。サビトは、俺を相手に稽古をつけてくれる。マコモは、俺の動きを矯正してくれる。少しずつ、けれども、確実に。俺は力をつけていることを実感していた。お前の血肉に叩き込め。もっと、もっと。鱗滝さんが教えてくれた全ての極意を決して忘れることなどないように、骨の髄まで叩き込むんだ。全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと心臓の鼓動を速くするの。よくわからない。どうやったらできるかな。
死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。来る日も来る日も俺は大岩の前でサビトと戦い、マコモの教えを受け続けた。腕が足がちぎれそうなほど、肺が心臓が破れそうなほど刀を振った。それでもサビトには勝てなかった。半年経つまでは。よし。さっぱりしたな。はい。もう少しで飯ができる。固して待っていろ。すみません、ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。はあ、ごちそうさまでした。いよいよだな。はい。最終選別は富士笠根山で行われる。わしも何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。不思議な場所ですか？あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。ほう。これは？役所の面という。お前を災いから守るようにとまじないをかけておいた。持っていくといい。ありがとうございます。わしがしてやれることはここまで。あとは炭治郎、お前次第だ。ゆっくり休め。なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。禰豆子、鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさかこのまま死んでしまうんじゃないかといつも考えてしまう。大丈夫だよな、禰豆子。兄ちゃんは
少し外に出ていくけど、すぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。鼻。嗅覚を研ぎ澄まし、危険を察知しろ。お前ならできる。そして、必ず生きて戻ってこい。はい。行ってきます、鱗滝さん。これは？よし。サビトとマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤笠根山か。すごい、こんなに藤の花が。咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤笠根山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山の麓から中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。
ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし、四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。久方ぶりの人肉だ！いきなり二人、やれるだろうか。切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。よし、行こう。
なんだこの腐ったような匂いは。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。これは。おい。修行の時を思い出せ。ですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっとつもうし、ちょっとつもうし。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。血の匂いだ。まずい。もう一度。
あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。うわあ！なんだよ本当！ただの風なの？風なら風って言ってよ！もっとそういうのやめて！いきなり風が吹くとか、心臓が口から出てくるから本当に！一人で驚いて、一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし、何なの？何なんだよここ！なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの？俺嫌だって言ったのに。いやー！今度こそ出たでしょ！もういやー！やっぱり風で木が揺れただけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。よし、木が倒れて通れるようになってる。ありがたい、利用させてもらおう。鬼の匂いが強くなったぞ。血の匂いだ。何か近くにいるような。他の参加者かな。
あの人も最終選別の参加者だ。あの、俺に話しかけんじゃねえ。行ってしまった。よし。これは？血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。すごいな、あの子。鬼と戦ったのに無傷だ。ありがとう、助かったよ。君、名前は？ん？え？なんとも不思議な子だな。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て、炭治郎。なんだ？この先から血の匂いがする。なんだ？何が起こっているんだ？大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。
匂いが強くなってきたぞ。近い。俺の可愛いキツネじゃないか。大きい。キツネ小僧、今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正、また俺がこんなところに閉じ込められている間に、許さん、許さん。鱗だきめ。どうして鱗だきさんを知っているさ。俺を捕らえたのは鱗だきだからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだね。特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それって…じゃあ、この二人は…この鬼に殺されていた。でも、俺は二人と…その目…目印なんだよ。その狐の面がね…鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。役所の面と言ったか…それをつけているせいでみんな食われた。お前がサビトとマコモを恨むなら鱗だきを恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。そら水でだけじゃない。お前に食われたものの仇は俺が取る。ここだ。甘いんだよな。見つけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に。ほらほら、
もらった。さあ行くぞ。右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ。うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。かわいそうなキツネだ。どうやって食ってやろうか。おっと。もう一度。甘いね。ほらほら。なんの。力だ。さあ行くぞ。おっと、甘いね。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中。水の呼吸。大丈夫だ。俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。うに見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。大好きな鱗滝さんのところへ。たった4人。20人くらいいたのに。死ぬわ。死ぬ死ぬ。
ここで生き残っても結局死ぬわ俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は？まずは体服を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の水の戸でございます。刀は？本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよカラスなんて。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ。この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ。お話は済みましたか？ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ俺は。選べと言われてもどう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。ようやく解放されたと思ったら体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。ねずこ、うろこだきさん。お、
生きて戻った。